父さん。カサネ、大丈夫？父さん！どいてくれ！何をするんだ！ユイト、あなたには死んでもらう。はあ？何を言ってるのよ、カサネ！それが、あなたとの約束、覚悟！無駄よ！俺を殺すことが、俺との約束！何言ってんだよ、カサネ！わからなくていいわ。死になさい。やめて、カサネ！深いに近づくな、花火！カサネの攻撃は本気だ。不用意に近づけば、止めるどころか命がないぞ！カサネはどういうつもりなんだ？このままじゃ父さんが。カサネ、後で話でも何でも聞け。今は父さんが心配なんだ。やめてくれ。話すことは何もないわ。無駄よ。逃がさないわ。一体何を考えてるんだよ、カサネ！どうする？どうすればいい？父さん、一時でもいい。何かカサネを止める方法。そうだ、ブレインフィールド。俺にもできるはずだ。カレン連隊長ほどは無理でも、あの力を使えば。いや、でもどれだけの負荷が。違う、そんなことは後で考えればいい。グスグス迷ってる場合じゃないんだ。カサネ、悪いけど今の俺にはこれしか思いつかない。行くぞ！ブレインフィールドを起こそう。
は一体これがプレインフィールドなのか。まだよ、まだやれる。待ってくれ、どういうつもりなんだ。どうして俺を殺そうとするんだ。それに父さんは重ねが父さんを刺したのか。なんだ。盲目なるニューヒムカの民、そして全てから目を背けた愚か者どもよ。私はカレン・トラバース。ニューヒムカの管理政治を否定し目覚めた者だ。私と同志たちも志を同じくする青鸞氏と共に歩む決意をした。哀れなニューヒムカの民よ、真実から目を背けるな。この国は狂っている。サイネットを通じ国民を統制し、町、情報、人々を管理している。そこに人の意思も自由もない。全ての人間は国家のため、ニューヒムカのために生かされ利用されている家畜でしかないのだ。体制を揺るがす人間を排除し狂わせ、自らの手駒とし従順な家畜を育てるだけのニューヒムカに義はない。ユイト、カサネたちが。待て、待ってくれ。ユイト、父さん。つぐみ、カサネたちを追うぞ。わかった。父さん。ユイト、すまない。何がだよ。お前に言わなければならないことがたくさん。気をつけろ。この国は我々はお前を父さん。父様。父さん、嘘だろ。なあ父さん。